例えばパッと見た瞬間君は地に向いてるねとか占いみたいに判定できるわけじゃないからそ、はい。そうですよね。これ結構地理と日本史とかそういう歴史科目以外でも、うん、例えば数学とじゃあまあ歴史にするとかっていう子も。武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね本当。梅雨だよ。いや梅雨ですよ本当もう。何を見てたの梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ僕は本当、バイクはもうバイク錆びるしバイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない逆に。確かにそうですね。天気いいとさ、うん、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 矢上先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問はですね、うん、理系の浪人生です、うん、地理をやるか、地理を捨てて日本史にするか悩んでいます、うん、中森先生は、地理を、人を選ぶ科目とおっしゃっていましたが、うんうん、自分が地理に向いているかどうかを確かめる簡単な方法があったら教えてほしいです、うん、またに、もし日本史にする場合今からセンター日本史を8割後半まで持っていくのは、うん、厳しいでしょうか。なるほど、という質問です。はい、まあ、地理を向いてるか向いてないかを確かめるっていうことなんですけど、はい、まあ、地理やるのが一番手っ取り早いよねこれは。まあ、理系浪人、例えば、うん、1週間ほんと地理しかやらないぐらいのつもりで、はい、一気に地理をできる限りやってみるみたいな、うん、で例えば、うん、1分野だけでもいいからガーって固めて、はい、例えば知史のこの分野だけちょっとやろうみたいな、はい、で、うん、それをセンターまで一気に走り切ってみるみたいな。ほう。でそこまでやって、はい、実際解けるようになったかどうかとか、はい、その解くための手順とかを見てみて、はい、まあ、これならいけそうかなって思うか、はい、これちょっと厳しいなと思うかを考えてみる。要は、はい、実際にそこまでやってみればいいんじゃないっていう話。なるほど、まあ、実際に地理をやってみて、うん、やっぱチリジリバラバラだったら、うん、チリジリバラバラだったら、うん、チリチリバラバラだったらやめた方がいいってことですよね、うん、これ3回言ったけど使われるか分かんないけど、はいはい、まあ、だから結局そのね確かめるポイントとして、はい、ほんまあるのは単純な興味って部分と、はい、その科目の向き不向きって部分があるんですよね、うんうん、要は興味って部分で地理が好きか嫌いかっていうのを判断したいなら講義系参考書を読めばいいと思うんですよ。なるほど。だから科目的に向いてるか向いてないかっていう部分だと問題解いてみて解説読み込んでみて理解できるかどうか、実際自分でできるようになるかどうかですね。そうですよね、はい、確かに今の重要ですね、うん、だからその側面どっちで悩んでるのかで、うん、地理が好きなのか嫌いなのかもよく分かんない状況であれば、うん、講義系参考書の例えば瀬川先生の面白いこととかセンターのね、うん、何を一通りざーっと読んでみて、あ地理面白いなとか俺あんま好きじゃないなと思うかっていうので確かめてみればいいし、うん、いや地理って科目自体で点が取れるかどうかっていうものであれば、うん、問題集何回一冊狭い範囲でいいから仕上げてみて、うん、それが答えの暗記じゃなくてちゃんと理屈理解できていけるかどうかな、それがその理屈理解すること自体が苦痛じゃないかどうかっていうのを見てみて判断するかな。そうですね、はい、うん、まあ、武田塾に受験相談に来てその時にちょっとこれどっちか迷ってるんですけどちょっと参考書見せてもらってもいいですかとか言ってくれたらね全然こっちで見せますからね、はいはい、まあ、だから結局そのね例えばパッと見た瞬間君は地に向いてるねとか占いみたいに判定できるわけじゃないから、はい、それは好き嫌いはあるしさ何らかの形で要は判断できるだけのことで一回やっちゃった方がいいと思うんですよ悩むぐらいだったら。そうですよね、うん、これ結構地理と日本史とかそういう歴史科目以外でも、うん、例えば数学とじゃあまあ歴史にするとかっていう子も、うん、結構じゃあ数学まず問題やってみてとか、はい、で歴史も1週間やってみてどっちがいいかって結構選んだりしますよね、はい、春とか、うん、で、はい、あと日本史にする場合センターを日本史に8割まで持ってくのは、うん、全然できるけど、はい、その日本史に時間が割けるかどうか次第ですね。8割後半ですよね、うん、それは全然やればいけるよ、はい、日本史は時間かかるけどやりさえすれば全然点数に上げられる科目だから。そうですね、うん、だけど、まあ、後回しにして取れるほど甘くはないわな、やっぱ絶対量が多いからって話なんで、うん、そうですよね、うん、だから夏の間に通試は一通り終わらせるつもりじゃないとちょっときついかなと思います。8割後半目指すのであればね。そうですよね、はいはい、それぐらいは最低終わらせるつもりでやってくれればとは思いますね。わかりました、はいはい、参考にしてください、はい、今回は以上です、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、すごいですね。参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、
おすごいですか。おはい、ぜひね、武田チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はいはい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。